今回は、海底超特急マリンエクスプレス。監督は、出崎聡。1978年の作品です。ロスアンゼルス発、日本行き、太平洋を横断する海底超特急に関わる人々に巻き起こる、奇想天外な冒険物語です。原作、総監督は手塚治虫。日本テレビが制作する、愛は地球を救う、の長編アニメシリーズ第2弾。スターシステムが取り入れられ、おなじみの手塚キャラクター総出演。声の出演もほぼオリジナルの豪華さで、アトムの清水麻里、サファイアの太田よし子ほか、野沢那智、富田恒生、勝田久志など、ベテラン声優がずらり。制作進行は地獄の沙汰だったことは関係者から伝説として語られており、スケジュール通り放映にこぎつけたのは奇跡かもしれません。五代後の主題歌も素敵です。